もつるずる草です。今回のターゲットはこちら、彼になります。気温も高くなってきていて、桜も見頃になってきたので、そろそろ花見カレイが釣れるのではないかと思い、今回は唐揚げ港に花見カレイを狙いに行ってきました。11月から1月までのカレイ前半戦ではカレイを拝むことができず、今シーズン初の一番を釣るべく長丁場の長港に行ってきました。果たしてカレイは出るのでしょうか。それでは行ってみましょう。当たってる。ほら、フグっぽいな。いや、フグちゃうかな。
れ来た、ほら。おお、やっと来た。彼行きました。